ナルサあゆこうは、料理家、日本の経営者、東京、南青山、成沢のオーナーシェフ。愛知県常滑市出身。19歳からの8年間を、ヨーロッパの著名なシェフの下で過ごし、帰国と同時にオーナーシェフとして、神奈川県小田原市に、ラネイプユルラナプールをオープン。東京から多くの著名人や美食家たちを引き寄せた港の前の小さなレストランは、未だ、 伝説のごとく語り継がれている。2003年には店名をレクレシャンズで成沢、レクレアシオンド成沢と改め東京南青山に移転。2011年店名を成沢に改名。シェフ成沢はサスティナビリティとガストロノミーの融合というテーマで世界でもいち早く自然保護に関わる料理を発表している。 素材を生み出す背景をも守る気持ちから生まれた世界初の土のスープ、水のサラダ。森と共に生きるをテーマにダイレクトに土や木を食すことで人々により自然を意識させようとした料理の数々は料理人という立場で自然を理解し料理を通して環境問題を訴え続ける有沢の代名詞となった。食べ手には自然の力を存分に吸収してほしい。 物質ではなく、生命をいただいているのだということを忘れぬように、これが、鳴沢悠光の料理スタイルである。常に自然体であり、時の流れに身を任すように季節や風景を器の中に蘇らせていく。すべての素材が、自然のままに季節や環境を裏切ることなく生まれてきたもので、あるということ。生きとし生けるものの生命を敬い、その命を奪ったことへの責任を果たす。 自然を愛し、人を愛する心から、料理のカテゴリーを打ち破り、ナルサは個人の料理、イノベーティブ里山キュイジーヌというスタイルで世界に発信されている。自然の再生と安全な環境への願いを込めたメッセージは、フランス、イタリア、スペイン、ブラジルと世界中の料理学会で賞賛され、2011年のマドリッドフュージョンでは、 世界で最も影響力のあるシェフに選ばれている。現在は森林の再生保護、そして日本の自然環境と食文化を守り、次の世代へとつないでいくための活動として有識者の会議を開き、日本各地に残された知識や技術、在来種を維持し、持続させる活動を積極的に行っている。世界のベストレストラン50発表。選ばれた日本の店は 2013年2月25日閲覧。ABCD なる沢ゆこう。パナソニックシェフご飯2013年2月25日。閲覧 ABC。辻調理師専門学校のメッセージ。これから進路。JP、K。KOREKARASHINRO.JP。J P. 2021年6月13日閲覧。AB。卒業生のお店情報。なりさわ。 辻町グループ交友会コンピックルム。2021年6月13日閲覧。ありがとうございます。